今から旅を決まりますので、この2人になんかあの日の私たちの出来事っていうのをちょっと2人で話し合って、シーボがあの日私たちはで始まる出来事についての文章をちょっと書いてもらいたいんですね。でまあその体験っていうのはただそれぞれ違うとは思うんですけど、まあそのあの日で思い浮かぶあの日の出来事で、まあ、2人ですり合わせつつ一つのまあ何て言うか物語っていうのはフィクションでもノンフィクションでもいいんで考えてください。で考えてもらったものをさらに、こうジェスチャーで表現してもらえるので、そのどうやってそれを表したら伝わるのかっていうことをちょっと今からまあ10分15分くらいで考えてもらいたいと思います。でただ、どっかのグループにはちょっと特別に指示を出してますので、その指示が来ているグループはその指示に従ってください。これが早くて爆笑しちゃうよな。笑いのネタにしてたよ。どうしたってなんか遠くで起こってる。
はい、あ、じゃあ次続けて最後のチームをやっちゃってください。本当。でさっきの鉛筆倒すみたいなのはなくなったの？ストロークなんだって言われて、ね、察してください。じゃあ終了です。じゃあ最後にもう一回せっかくだからクラのチームの。吉田さんは死んだ。
残念。